京都市立北白川小学校は、京都府京都市左京区北白川別島町にある公立小学校。1874年開校という長い歴史を持つ小学校である。開校当時は、女王岩院の隣に存在し、従来寺小屋として使用されていた微車門堂という寺院跡を借りて授業を行っていたが、1877年に、 北白川天神宮側に移転。この時期は北白川村役場も敷地内に併設されていた。しかし、生徒数の増加から1904年、さらに現在地に移転した。開校当時は北白川の地域性を考慮し、読み書きの他に石膏に特化した授業も行われていた。また、1889年には白川の反乱で校舎が流出した。 太平洋戦争中は、疎開児童を多く受け入れ、教室に70人以上の生徒が入った、などのエピソードもある。口述するが、敷地内に遺跡も存在している。かつては、渋瀬町という平野部の東端に位置していたが、現在はやや、平野部の中央に近い、別当町70番地に置かれている。明治時代においては、生徒数の増加に合わせ、各所から建物を移設し、 校舎として利用していた。昭和に入ってからも校舎の増築は続き、昭和30年代の航空写真では現在、運動場として利用されている部分の中央に、迫るほどに、二重、三重に校舎が設置されている模様が確認できる。愛嬌によれば、2004年までに校舎建築5回、増改築及び移設が15回行われたという。卒業後は、基本的に、 京都市立この絵中学校に進学する。ちなみに、現在地に移転するまでの二つの跡地は、いずれも白川の河畔という立地である。ハットとはいえ、移転の行われた時期にはまだ周囲に田畑が広がっており、当時の村の中央というわけではない。ありがとうございます。